レイをバリュートで防げるのか本気で考察するみんなの反応集。ではどうぞ。ソーラレイの熱線を大気圏突入の際に使用する。バリュートで防ごうとしてるけど、これで防げるのか。え、ソーラレイってバリュートで防げるの？これで防げるよ。無理だろ。バリュートやんか。大気圏突入時の断熱圧縮と兵器としてのレーザーってどうレベルの温度なんだろうか。調べたら表面温度は数千度とかで、周辺温度は1万度近くなる場合もあるって出た。まあサンボルの場合アナザー宇宙世紀だから、こっちのバリュートは耐えるんだよ。でも済む話ではある。つうかソーラレイってどれくらいのエネルギー量なんだろ。あとソーラレイで戦艦が行っちゃうならバリュートなんてどう考えても役に立たなくない。使い切りの耐熱特化のシールドか。データからバリュート出てきて大気圏突入の説得力は増えたけど、初代のなんかまたから涼しい風出したら大気圏突入できて、しかも着地はどうするのかとか誰か考えてたのだろうか。あれ本来は最低限コアファイターとパイロットが回収できたらよかったんじゃないかな。ガンダムのパーツは大気圏抜けたらパージして、ソーラシステムとソーラレイがいつもごっちゃになる。バリュートなんて一発で撃って撃たれたらおしまいな強度じゃないのか。なあ隔離婚。ゼータガンダムのバリュートはノズルからガスを噴射して防護層を作って熱を防いでるから、上のじゃただの風船であまり効かなそうな気がする。あの布地そのものじゃなく表面のガスで防いでたのか。ロストテクノロジーだった。耐熱フィルムが復活したのかも。楽にはついてなかったけど、ガンダムには標準装備だったんだよな。モビルスーツ単体での大気圏突入を想定するとか、設計者は真田という名前なんだろうか。機体で断熱ってのは理にかなってるような気もするけど、大気が高圧縮されて高熱になってるとこに機体噴射できるのかとも思う。超高圧で噴射しないと空気の壁になれなさそうだ。いややっぱうまくいく気がしない。元ネタになる技術か SF が当時あったのかな。バリュートシステムの背中のノズルってガス噴射口だったのか。俺も推進機だと思ってた。空気って割と理想的な断熱材って聞いたことがある。難点は扱いにくいってことだけで、まあ単純に防げるかどうかわからないけど、ないよりはマシな扱いで装備したんだろう。ユニコーンだとアイフィールドで防いでたよね。サイコフィールドよ。ビーム系なら超高濃度のビームかく乱膜巻けば防げたりするんかな。みんなで鏡を持ってソーラレイ返し。大気圏再突入ってもの次第で1500度とか3000度出るから、それに耐えられるならコロニーレーザーだの何だのはとりあえず一発は耐えるんじゃないかに。そんな変なことしてるとは思わんが、コロニーレーザーなら1万度は超えるとか。ルナ2くらいの小惑星でも盾にしないと死ぬなぁ。あんまり深く考えてもダメか。で、金消し飛ばした描写でも複数の戦艦を一瞬で蒸発させてるからちょっと無理がある。まあサンボルは明確にパラレルと明言してる作品だから、この世界ではこうなんだで済む話。初代ガンダムは盾か耐熱フィルムで耐えられるけど、その後のパラシュートか滑空翼が必要だった。戦艦消し飛ばせるほどの熱量はバリュートが耐えられても、側面からの熱だけで機体持たないだろ。それ大気圏突入でも同じこと言えるだろ。あの女の医者が乗っ取ったとこまでしか知らない。その後どうなったの？発売されたんだから読むと良いよ。見た目上バリュートなだけで理屈はそんなに深く考えてないと思う。エヴァか GM ドライブくらい謎の存在のフィールドなら防げそうだけど、宇宙世紀設定とおひれの付き方見てると防げる気が湧かない。ミノフスキー粒子ならどちらもできるんです。実は AT フィールドはそこまで強くないとかなんとか。 GM フィールドも場合による。ホワイトベースなら耐えられるのか。現実にあるやつは空気抵抗を大きくしてなるべく空気が薄い航空で減速することで空力加熱を抑えようというもの。あんなんで防げるなら宇宙世紀の戦術が変わってしまう。この後バリュートごと燃え尽きるんだろ。ビアンカとビリーが不穏すぎる。モビルスーツなんてバリュートごと一瞬で蒸発するんじゃないの。
できるわけないよりこれならいけるんじゃねを考えた方が楽しいよね。そうやってガンダムの世界もその戦火も広がっていったしな。否定論振りかざす勝者よりも私は可能論を掲げる敗者になりたい。車線外の余波を防ぐくらいならワンチャンあるかも。コロニーレーザーさ、ペガサス級はアホほどでかい。なお場面によって大きさが変わるのは原作アニメ準拠。対レーザー防御を考えた場合、鏡面装甲と耐熱装甲と蒸散気化装甲が思いつく。あと宇宙世紀で言えば臨海反シルベマクコーティングもある。バリュートでそれやるなら耐熱素材と蒸散素材の積層による一回限りの防御装備とかかも。普通のモビルスーツの装甲にそれ使ったらよくね。それがクロスボーンの ABC マントだったり、百式のタイビームコーティングだったりするんだろうけど。まあコロニーレーザーが1万度ぐらいと言っても、焦点温度がとか注釈つくかもしれんしな。レーザーの中心部にいたらバリューとあっても、溶けるかもしれんが対策考えない抗わないよりマシって考えで使ったんでしょ。サンボル世界だと焦点今回で言えば月面アナハイム本社における降下範囲が直径300メートル程度しかなくて近くにいる場合は逆に安全って可能性もあるな。300メートル程度だとアナハイム潰すのは無理があるだろ。300メートルの範囲が1万度になったら当たり数キロくらいは飛ぶんじゃね。ビームは加熱した重粒子を直接叩き込む設定だから蒸散素材では防げないんじゃないかな。レーザーは光による加熱だから確かに蒸散素材で防げるかも。でも断熱圧縮の熱とレーザー兵器とは熱量が違いすぎるのでは。大気圏突入用とは別のバリュートなんじゃね。じゃあ少佐助けてくださいみたく、次回で耐えきれなくて爆散する機体とか出てくるかなぁと。ビームは加熱した重粒子を直接叩き込む設定だから蒸散素材では防げないんじゃないかな。一応静止のガンダムの世界では防げるよ。いわゆるタイビームコーティングが蒸散装甲だしね。バリュートはさすがに余波を防ぐとかそういうレベルなんじゃないか。真空中でレーザーに余波があるのかとか全然知らんけど。バリュートもカーズの泡のプロテクターみたいに複層構造になってるのかもしれん。最新話に限った話ではないけど1話1話が劇中時間にして数部かそこらってシーンの連続だし、ここだけで結果を判断するのは少々。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。